AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナ国防軍は1月13日17の入植地付近でロシアの攻撃を撃退した。この24時間ウクライナ国防軍の部隊はルハンスク州のステルマキフカ、マキフカ、ビロホリフカの入植地付近で占領軍の攻撃を撃退した。ドネツク州のスピルネ、ロズドリフカ、シル、クラスナホラ、フィドロドネ、バフムト、クリシチフカ、プレデテクイン、クルディミフカ、ボディアネ、ネベルスケ、クラスノホリフカ、マリンカ、ベリカノボシルカで攻撃を受けた。同時にロシア軍は平和な都市であるコスティアンティニフカ、クラマトルスク、ザポリジアに5発のミサイルを撃ち込みました。さらに占領軍は多連装ロケットシステムから52回発射し18回の空爆を行った。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア占領軍は占領当局との協力を拒否しているケルソン州一時占領地の地元住民に圧力をかけ続けている。また住居の家宅捜索も行っている。さらに侵略者は同州民の親ウクライナ的な態度に心を痛めており、彼らに脅威を与えている。報告書によると、ザポリジャー州メリトポリ地区のいくつかの集落で侵略者たちがろ過措置を取っている。彼らはチェックの際電話に細心の注意を払い、国防軍との協力関係を確認するために探している。参謀本部はドネツク州ボルノバハ地区のノボパブリフカ戦線で活動する占領軍部隊の職員のために、ロシア人がロスネフチとエレクトロスタール、それぞれロシアのエネルギー会社と夜勤工場のロゴ入り民間用特殊制服を注文したことも承知している。何らかの理由でロシア占領軍との関係を隠そうとしていることは明らかである。この24時間ウクライナの航空機はロシア軍の兵員集積地に16回、対空ミサイルシステムの陣地に5回の空爆を実施した。同時にウクライナの防衛隊はスホイ25地上攻撃機とオーラン銃無人偵察機を撃墜した。さらにウクライナのロケット部隊と砲兵隊は3つの司令部、ロシア軍の人員と装備の12カ所、 S300 対空ミサイルシステム、3つの弾薬庫、その他占領軍が使用していた3つの重要な場所を攻撃した。さらにロシア軍はこの24時間でさらに兵士530人、戦車6台、防空システム1台を失った。ワグナーグループのオーナーが勝利の横取りをめぐってロシア正規軍と公然と論争。ロシアの民間軍事会社ワグナー PMC のリーダーエフゲニー・プリゴジンは、ウクライナの都市ソレダルの占領疑惑に関するロシア連邦国防省の報告書を引き合いに出し、彼の傭兵集団は常に勝利を奪われていると発言している。ワグネル PMC への大きなダメージは、我々の種族内闘争、汚職、官僚主義、自分の席に泊まりたい役人によって引き起こされる可能性があります。これはワグネル PMC の存在に対するより深刻な脅威である。例えば最近ロシアのマスメディアはワーグナー PMC という言葉を禁止し、声に出して発音せず、あらゆる方法で火のように避けようと積極的に動いています。ワグナー PMC は常に勝利を奪われ、前線でワグナー傭兵を暗示する地獄のような存在についての話は彼らの長所を軽んじるものだ。1月13日ロシア国防省は突如ソレダール市の占領を発表した。占領軍は秘密工作を行い、ウクライナ軍の陣地を攻撃し、北側と南側から町を封鎖した空挺部隊なしにはソレダールを占領することはできなかったと報告した。ロシア国防省はまた、占領軍の航空部隊、ロケット部隊、大砲が都市占領のために懸命に働いたと称えている。なおウクライナの防衛隊はソレダルの占領に関する情報を否定している。最近ウクライナ軍東部グループのスポークスマンであるセルヒー・チェレバティ氏は、同市の状況についてソレダルで激しい戦闘が行われており、同市の占領に関するロシア側の情報は虚偽であると指摘した。ロシア、西側、ウクライナのマスメディアは
ワーグナー軍事グループに徴用された傭兵やロシア人捕虜がソレダールを占領しようとしていると繰り返し書き立てた。ウクライナの擁護者たちもワーグナー傭兵がバフムート戦線とソレダール市で戦っており、大砲の餌に容赦なく同胞の死骸を市内に散らかしていると報じている。ウクライナ国防省のオレクシー・レズニコフ大臣によると、ワーグナー傭兵はソレダールを占領することだけが目的ではなく、ヨーロッパ最大の塩鉱山があるため血で稼ごうとするのだという。さらにプリゴジンがロシア連邦の正規軍より優れていると主張するためには何らかの証拠を示す必要があるという。ソレダールはウクライナ軍とロシア軍が数ヶ月にわたって消耗戦を繰り広げている戦略上重要な都市バフムトから約 10km のところにある。プリゴジンはバフムート攻略を個人的な目標に掲げていた。バフムートの占領はロシア軍がクラマトルスクとスロビアンスクに侵攻する道を開く可能性がある。ウクライナの国防情報部はロシアが長期戦の準備をしていることを強調した。プーチンがロシア連邦の経済と軍産複合体を再編するために言った措置はロシアの戒厳令への移行が現在進行中であることを示すものである。これらの措置はロシア軍の能力を強化し、戦争のごく初期に計画されながらロシア占領軍によって失敗した作戦を実施するための有利な条件を作り出すことを目的としている。侵略国家はウクライナでの戦争を長引かせるために自由に使える全ての軍事的資源を展開しようとしている。最近ロシア軍参謀総長のゲラシモフがロシア占領軍総司令官に任命されたことはロシアの軍事的失敗だけでなく本格的な長期戦争を継続するための準備も言っていることを示している。ウクライナの国防大臣であるオレクシー・レズニコフは2022年春、ロシアはウクライナの占領地に資源を蓄積し防衛要塞を建設してウクライナに対する長期戦の準備をしていると発言している。ウクライナ国防省のオレクシー・レズニコフ大臣はウクライナは春にロシアがすでに占領している南部と東部の地域から新たに攻め込んでくることに備えるべきだと発言した。同大臣はロシアがウクライナの南部と東部をすでに占領している地域から攻勢に出るための兵力、弾薬、武器を集めようとしている可能性があると見ている。一方ウクライナは西側の兵器の納入を待つ間、再編成と再武装の時間が必要である。春は各方面にとって動きをリフレッシュするのに最適な時期です。我々は彼らが開始の準備をすることを理解しているし、確かに我々も開始の準備をしなければならない。同時に防衛大臣はロシアがベラルーシから繰り返し侵攻する準備をしているとは考えていない。彼によると北からの移動には多くの時間がかかり、ロシアは資源を持っていない。またポーランドとイギリスがウクライナに主力戦車を供給する計画についてコメントしました。レズニコフは西側諸国では状況が変化しているので、ウクライナは戦車、戦闘機やジェット機、300km 圏内の目標も攻撃できる長距離兵器を受け取ることになると考えている。レズニコフによればウクライナはすでに NATO の事実上の加盟国となっており、まもなく事実上の加盟国になるとのことです。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。